はい、こんにちは。日本改革党、くつざわです。圭一様、今日からきさらぎ、たまらんちん会長様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして、誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して、政治活動資金と河野太郎裁判費用に充てさせて、もらいたいと思います。河野太郎、私を訴えてるって、本当どこも報道しないですね。これこそが中共の犬だっていう証拠じゃねえのかって、私なんかは思うわけなんですけれども、中共の犬同士、マスゴミと河野太郎、かばいやってんだろうなーって、メール党員限定懇親会、紀元節の会を開催いたします。ご応募はメールの方から、メールをご覧ください。ご応募方法は、ハンドルネームでも、のご応募でも結構でございます。国際共同開発による兵器の第三国輸出に難色を示す公明党に対して2月末までに結論を、自民党が求める公明党北川和夫副代表、2月末まで結論が出るとは思っていない。人ごとですね。お前らが結論出せって言われてんだぞ宿題やっとけよ2月末までに、っていうのに対して2月末までに宿題ができるとは思っていないってなんだそれって話なんですけど、人バカにした返答だと思いませんか。いいとも悪いとも答えない構えみたいですね。31日、昨日自民党国防部会開催。公明党の理解が得られなくてもやるべき、連立を解消してでもやるべき、総理が直接山口代表を説得してなど強硬意見相次ぐ。ついに自民党の方から連立解消って言葉が出てきましたね。世論です。日本が武器輸出国になることを妨害する創価学会。自民支持者で創価公明大好きな人はおらんから手切れが得。派閥より公明との関係解消した方がいいよね。国交大臣をずっと公明党が独占していることが大問題。公明切ったら間違いなく支持率上がるよね。維新に乗り換えたら、カルトと組まないと当選できない情けなさと。戦闘機の日英イ、イギリスイタリア共同開発の話みたいであります。すでにですね、どの部分をどの国が担当するかとか、整備はどこがやるかまで決まっている開発計画で、出来上がった戦闘機は当然ですね、イギリスもイタリアも権利があるわけだ。日本と共に、どっかに輸出したいよね。売れるもんなら売りたいよね。日本だってそれで、売れるもんなら売りたいよ。せっかく苦労して開発するんだから。それに、イギリスもイタリアもガンガン売って、日本だけ売れないなんて、不公平ですよね。そんなの、ずるいっていうか、そしてそれを日本は止められないっていうのは、イギリスやイタリアが出来上がった戦闘機を他の国に売ることを止められないよね。日本が売ってもいいよねっていうのを踏まえてですね、2月末まで結論出せって、言うんだったんですけれども、創価学会香港支部を中国共産党に人質に取られてて、身動き取れない公明党、思考停止して答えないってことにしたみたいですね。なんかイエスかのか言わないといけないんだけど、どっちも言わない、ということにしたみたいですね。自民党は公明スルーで粛々と進めたらいいんでないの？第三国輸出共同開発だったら、蚊にしますとかね。で、なんか言ってきたらですね、我が国防衛の妨害する気かって、言えって話。我々もネットで散々言うからさ、そうさ。維新に乗り換えろって、これは維新支持者の投稿と思われるが、どうなんでしょうね。維新も利権に夢中の模様ですしね、大阪万博に絡んでは変なことをしこたま言ってるとこだしね、山口代表が仙台市にパンダくれって訪中して、新書手渡した、公明みたく明らかに中共の犬じゃないだけマシなのかな。でも中共の犬って言ってる人もいて、なんかわかんないんですよね、維新もね。維新はすでに中共の犬なんだが全然わかんない維新の報道少ないからちょっと判断つかないとこです。私には確か維新は反撃能力獲得に反対していなかったと記憶してますけど、どうでしょう。だったらやっぱ公明党よりマシなのかな、よくわかんないですね。とにもかくにも公明と連立している限りですね、スパイ防止法も改憲も夢の彼方ですよ。実現しっこねえ。
だからなるべく早く連立解消を私は希望しております。でもって国交大臣のポストも剥奪しろって話、国防部会に出席した杉田水脈衆議院議員、これまで説得に応じなかった公明が折れる可能性はほとんどない。総理は連立解消してでもやりきる覚悟を決断してほしい。岸田が覚悟決断って思うんですけど、世論です。よう言うた、支持する。自民の中では一番頼もしいな。自民党はなんで宗教団体と組んでんの？公明党が当選しないように中選挙区に戻して比例もなくそう。そうすると共産党もメタメタに落選すんだねえのかな。杉田さんの発言を切り取ってですね、たびたび共同通信が発表するのは公明にも厳しい態度だからですかね。共同通信の中身は学会員なのかな。覚悟決断、どっちも岸田総理に最も縁遠い言葉じゃないのかな、思うんですけど、国防部会が強硬でも岸田が総理のうちは連立解消は絶望的と私は思います。まあ次はないけどね、岸田総理、続投はないですけどね。岸田総理施政方針演説30日、おととい国際的課題などへの対応で、協力していくべき重要な隣国である韓国とはユン大統領との信頼関係を礎に幅広い連携をさらに拡大進化させる、日米韓、3カ国での戦略的連携や日中間の枠組みも前進させるとか言ってるんですけど、まあこれ外務省が作った文章なんだろうけど、中国も韓国もどっちも敵国やないかーいっていう話なんですけどね。外務省何寝ぼけてんだろう。世論です。余計なことすんな。相手は世界一の反日国ですよ。落ち目の勘流れのパターンか。これ売れなくなってくると韓国に接近していくっていうラサール氏とかですね。あと芸人でいたな、なんとかっちゅう、なんとか韓とか。忘れた。中韓と健全な関係になったことなど一度もない。ムンがあれだったからまともに見えるかもしれんけど、ユンをそこまで信頼していいものなのか。何回騙されても騙され続けるかも。大統領が変わったら全部チャラになるの知っててやってる確信犯かと。重要な隣国っていうなら台湾もそうだし、オーストラリアやアメリカだって隣国ですよ。ロシアもそうだしね、重要じゃねえけど敵国だけど、まあそれしか価値がないからそう故障してんでしょうけれども、ユン大統領との信頼関係を礎にって、大統領変わったら全部チャラですけどね。一体自民党は何回騙されたら気が済むのかな。 NHK がですね、紅白にやたらと韓国人を出したがるように、去年は7枠出した。韓国とつるんで、いるとなんか美味しい利権でもあるんですか自民党は。今年9月までの岸田総理、頼むから余計なことしねえでくれ。正しい日韓観光関係って断交&竹島奪還だから。あそこは竹島を不法占拠している、軍事占領している敵国そのものだから。だから今の関係が正しくないんだから、本当はバチバチやり合ってないといけないんですよ。昨年11月米中首脳会談の際に習近平がバイデンに、2024年大統領選に介入しないと約束していたと判明。 CNN 報道、世論です。じゃあ今まで介入してたのか。なるほど、前は介入していたと暴露したわけか。普通他国の選挙に介入なんかしないだろう。中国が約束を守るわけない。まあ介入しないっつっても介入するようなって話ね。つまり介入するということ、つまり2020年は介入したってことね。前回は介入してました宣言に呆れる。そもそも介入すんな。これ報道したのが CNN なんですけど、やっぱ CNN はですね、民主党と中国共産党とパイプがあるようで、 FOX とは違うわな。 FOX と違って情報もらえんでしょうね、民主党にね。2020年大統領選後視聴率だだ下がってる、って聞いたけど、今どうなんだろうね CNN ね。どういうわけか NHK は海外ニュースって言ったら必ずCNN、 アメリカだったら CNN のしか使いませんよ、映像の。間違っても FOX ニュースとかの使われんだけど、なんでなのって話。介入しません。中国の約束はほど信用ならないものはないっすね。なんでわざわざこんなこと言ったのかも謎。わざわざ
介入しません。言ったのかも全然謎であります。その他のニュース、清和会直近5年間の裏金総額が6億7654万円と判明。まあ一人でね、4000万とかごまかしてんだから、まあこのぐらいにはなるでしょうな。99人、ですから、まあ、それだと5年間で600万、一人平均、年間100いくらごまかして、そんな感じみたいですよ。自民党茂木派から10人が離脱届提出。傲慢で態度がでかくて人望なさそうって思ってたけど、まあその通りだったみたいであります。茂木、これで茂木総理の目は完全になくなりましたね。エリ・アルフィアみたいなバカをどっかから引っ張ってきたバカだからほっとしました。茂木はバカですからね。連座制にすると秘書が悪さした場合、潔癖な議員も追及されるが、それはどうすんのと、ネットで議論開始でありました。大体の結論なんですけど、そうならないようにしっかり秘書を管理しとけよ、いう話、ですよね。自分の秘書も管理できない無能に政治任せらんないよ。国を任せらんないよ。全くの無実でも、議員自体が秘書と連座したら無能罪ってことでいいですよ。無能罪、秘書も管理できない無能罪っていうことでいいですよ。サッカーアジアカップ日本バーレーン戦、テレビはどこも放映せず、放映権利を払えないほど落ちぶれた、テレビに存在価値なしなど批判がネットに溢れる、フジデモから12年、テレビが落ちぶれていく様を見るのは感慨深いですね。能登地震の仮設住宅18戸が完成だが、しかし申し込みは4000件以上あるみたいであります。平地がないっては聞いてたけど、難航しているようで全くのお気の毒様であります。被災者の皆さんの 一刻も早い日常の回復を願っております。2月1日で新聞赤旗創刊96周年、記念記事が出ました。創刊96周年、国民に真実伝える役割、さらに、とか書いちゃってんですけど、日頃からね、アジア侵略がーとか、侵略してねえよ、バーカって話なんですけど、植民地支配がーとか、植民地にしてねえよ、バーカとか、原発汚染水がーとか、処理水だっつってんだろ、自衛隊をなくせば戦争にならないとか、嘘8億ついてんのに、真実をとか、肩腹痛いですね。最も真実から遠いのが赤旗じゃないのって、赤旗創刊100周年迎える前に共産党の息の根止めたいっすよね。集団的自衛権の行使を認めた安全保障法制は憲法違反なので、我々に1人当たり10万円払え。なんでそうなるのか全然意味がわかんない裁判、福岡高裁が控訴棄却の門前払いを食らわせました。2015年の話ですよ、これ。まだやってたのか。どうせ最高裁に上告するんだろうけど、原告の寿命が尽きちまいますね。みんな高齢者ばっかりのはずなんだからさ。二酸化塩素の効果で、置くだけで空間除菌を歌った講和の製品、ウイルス当番に消費者庁が、そんな効果ないじゃないよ。是正を命令。勧告じゃなくて命令。見かけてもウイルス当番を見かけても騙されないでください。そんな効果ないっすからね。というわけでメール党員様限定、懇親会開催いたします。ご応募ください。あとチャンネル登録、よろしく、よかったらよろしくお願いします。デトックスジャパン。